今日ほんとやばかったですよ。ほら乾杯これダメ、これダメだよ。おいおい痛まえ、お前だよ。全然息が悪いよそれ。あまりよく覚えてないんですけど、寿司屋に行って多分フグを食べたんでしょうね。これから大変だと思うよ。こう顔がパーンと腫れ上がっちゃってさ、もう何するにももういろんなことで面倒だと思うんだけどな。お友達は変わったねっておっしゃいますか？僕も魚に変わった方がいいのかな。